はい、こんにちは。税業専門の税理士川南です。本日の動画は、最近気になるニュース、副業300万円以下は雑所得になる、このニュースについて解説したいと思います。副業をもうすでにしている人、最近副業をスタートした方、これから副業しようかなっていう方は必ず押さえておかないといけない動画の内容になってますので、ぜひ最後までご覧になってください。私は税理士川南のオンラインサロンということで、オンラインサロンを運営しています。またその他 SNS は TikTok、Instagram、Twitter とやってますので、概要欄のリンクから飛べるようにしてありますので、ぜひチェックの方お願いします。またフリーランス向けの本も出版してますので、合わせてそちらの方もぜひよろしくお願いします。では早速本日の動画の内容に行ってみましょう。はい、それでは本日の動画、副業300万以下は事業所得ではなく雑所得になる、副業会社員ピンチということで、このような内容でいきます。はい、本日の内容です。まあ、増税ということでね、副業が変わるかもしれませんということで、しっかりと押さえていってほしい内容になってます。はい、まず1つ目、事業所得と雑所得についてどう違うのかをね、解説します。また今回の改正の背景についても少し解説をします。そして次、一体改正予定の内容についてどこが変わるのかをしっかりと押さえましょう。そして副業が雑所得となるデメリット、何が一体デメリットなのかを4つ紹介します。次、逆に雑所得となることでメリットもありますよというものがあるので、そちら紹介します。そしてじゃあこれからどうやって副業をすればいいのか、具体的な対策方法、そして最後こちら、間違いやすい、勘違いしやすい項目、ここは気をつけてください。皆さん話聞いてるとね、勘違いしやすい項目が多々出てきますので、ここで再度勘違いしやすいもと、また質問出やすい項目を解説してますので、動画ぜひ最後までご覧になってください。そして最後まとめ、本日このような流れになります。はい、それではまずね、事業所得と雑所得っていうものがあるんですけど、ここがわからないとね、今日の話わからないと思うので、まずねこの事業所得と雑所得っていうのはどういうものなのかというのを見ていきたいと思います。この事業所得というのは、皆さんが一般的に考えている、要は個人事業主、自営業で仕事してるよ、まあ、お店儲けるよ、独立してるよっていう方は基本的にこの事業所得というふうになります。そして今問題となっている雑所得というのはね、本来どういうものかと言いますと、雑所得というのは年金や現行料、まあ、公演料、印税などは雑所得ですよっていう基準になっています。そもそも所得には10種類日本にはありまして、皆さんよくご存知なのはこの事業所得で、もう一つ給与所得、これはね会社員の方ですね、給与所得と呼ばれるもの、またあとその他不動産所得や山林所得というようなものもあります。10種類所得には種類があって、それぞれね項目別に分かれています。この中でビジネス、個人事業主をしている方は事業所得、まあ事業所得以外のねビジネスをしている方はこの雑所得に含まれる、もしくはこの10種類あるうち9種類のうちに当てはまらないものは雑所得に振り分けるっていうのはね、判断基準みたいなものがあるんですけど、要は事業所得なのか雑所得なのか、働き方がですね変わってきて、皆さんいろいろな副業をしたりとかビジネススタイルっていうのが確立されてきたと思うんです。そこでじゃあそのビジネスがこの事業所得に該当するのか、いやいやそれとも副業なんだから雑所得だよねっていう判断基準が今まですごく曖昧な基準しかなかったんですね。ですので副業は一体どっちに該当するのか問題というのが発生していたわけです。だからもしかしたら中には事業所得にしている方もいれば雑所得にしている方もいらっしゃったりして、このどっちに該当するのか問題というのが出てきていたわけですね。そしてこの判断基準というものが一応あるんですけど、次のスライドで紹介しますけど、曖昧で非常に難しかったんです。これだけで判断するのはなかなか無理だよねと。そしてこれは税務署も税理士も判断に迷うポイントなんですよね。絶対にこっちという判断基準がないので、一体事業所得なのか雑所得なのかっていうのは税務署サイドも私たち税理士も判断に迷っていました。そして実際問題、これが本当に事業所得なのか雑所得なのかっていうのは、その方のねビジネスの中身を見ないとなかなか判断ができない。でも実際全県税務調査に行くっていうのはできないですよね。だから中にはやはりね税務署の担当、またね聞いた方によって雑所得と事業所得の振り分けが変わってきたりとか、判断が曖昧なためね間違っていたりとか、まあ、知らずにね本当は雑所得に当たるのに事業所得にしている、またはその逆もあるっていう現状になっているわけです。ですので実際税務調査に入って、いやいやいやあなたの場合事業所得ではなく雑所得ですよ、修正してくださいねと指摘されるケースもあります。じゃあ今回ねこれの判断基準が曖昧だから、きちんと判断できるような基準を設けましょうというのが
今回入る改正になります。この改正内容については次のスライドで紹介します。はい、改正内容についてです。これね、一応まだ決定ではないんですけど、ほぼ決定だと思ってください。多分このまま予定通り通過してこのように動いていくと思ってください。今まで副業の事業所得か雑所得とかの判断基準っていうのはどういうものがあったかと言いますと、こちらです。独立性と継続性と反復性があるかどうかって判断をしていました。独立していて継続して反復性があるって、まあビジネスがね、その都度その都度単発で終わりではなくて、ずっと続いていくビジネスとしてやっていくよっていう方は事業所得にしていたんですけども、やはりこれってアバウトじゃないですか。独立性あるって言えばあるしみたいな、反復性あるっちゃある、じゃあ年3回ならダメなのか、年10回ならいいのかとかっていう問題が出てきてしまうわけですよ。要はアバウトでどちらにも捉えられますよねということで、まあ、判断が難しかった。またその他にもね、社会通念上、まあ社会通念上っていうのはどういうことかっていうと、一般的に見て事業と言えるかどうかって判断をしましょうって話だったんですね。まあこれもね、やはりね、アバウトですよね。事業と言えるかどうかって誰がどうやって判断するんだっていうことになってしまいます。その判断基準が難しいということで、改正で追加されたのが、この皆さんがよく最近耳にする300万円という数字になります。要は売上収入金額が300万円を超えるかどうかで判断しましょうということで、分かりやすく具体的な数字を国側が決めたということです。要は売上が300万円なければ雑所得ですよ。売上が300万超えていれば独立性、継続性、反復性もまあ社会通念上ビジネスと言えますよねということで、事業所得にしても OK ですよという意味合いになります。確かにね、具体的に数字を言われるとすごく判断基準しやすくなると思うんですよ。この300万円を超えるかどうかっていうのがこれから副業されるっていう方は肝になってきます。はい、それではこのスタート時期なんですけど、いつからスタートしますかと言いますと、令和4年分以後の適用予定となっております。つまり今年の令和4年分、次の令和5年の3月に出す確定申告からこれを適用してくださいねっていうことです。結構急な話ですので、皆さんもうこれそろそろね、まあ、インボイス制度も近づいてきてますけど、それより先にこっちも考えておかないとね、この該当しそうな方、会社員で副業している方は頭に入れておかないといけないことになります。しっかりと押さえておきましょう。じゃあ一体事業所得、雑所得のね、まあ、なんとなく違いは分かったけど、じゃあなんでこんな騒がれてるのか、別に事業所得でも雑所得でもどっちでも確定申告すればいいんじゃないと思う方もいらっしゃると思います。ですので次のスライドから自分がしている副業が雑所得に該当した場合のデメリットとメリットについて解説していきます。まずデメリットからいきましょう。はい、雑所得となった場合のデメリットですね。自分がしている副業が雑所得になった場合のデメリットを順番に紹介していきます。ポイントとしては4つあります。これは大きなね、この4つの大きな共通点なんですけど、要は税制優遇が使えなくなりますよっていうことです。じゃあどういった税制優遇が使えなくなるのかまとめていきます。1つ目、青色申告特別控除が使えなくなります。要はね、65万円控除と呼ばれるものね、あるっていうのね、皆さん知ってるかと思うんですけど、事業所得で青色申告をしている方のメリットになりますので、65万円、まあ55万円などの控除がなくなりますよ、使えなくなるということです。そして2つ目、これもね、事業所得で青色申告をしている方のメリット、青色事業先駐者給与というものがありまして、家族に支払う給与を経費にできるというものなんですけど、これも雑所得になってしまうと、家族に支払う給与というのはもちろん経費にできませんので、その分経費が減るということでね、税金が上がってしまいます。そして3つ目、これは青色申告をしている方だけの特典なんですけど、少額減価償却資産の特例というものがありますけど、これももちろん雑所得になると使えなくなります。これどういったものかと言いますと、30万円未満の備品や機械などを買った時に、その年に、ね、一括償却できるという特例があるんですね。それがもちろん雑所得の場合は使えなくなります。はい、そして4つ目なんですけど、損益通算と赤字の繰り越しもできなくなります。これはどういうことかと言いますと、今まででしたらね、給与所得と副業のねものを事業所得としている場合は相殺ができたはずなんです。これを損益通算と言うんですけど、給与所得と事業所得を相殺するというようなことができなくなります。例えばこれ例に挙げると、給与が300万円あって副業の赤字がね100万円あった場合は、300万円に税金がかかるのではなく、その副業の赤字100を相殺、要は差し引いた200万円に対して税金がかかってきたっていうことがねあったんですけど、それができなくなりますよ。雑所得は損益通算、この相殺ができないっていうことですね。これがデメリットです。そして赤字を翌年の黒字と相殺することはできません。要はね、給与所得から副業の赤字で引ききれなかった分もね、その次の年にもね持ち越せたんですけど、相殺自体ができないので、こういうこともできなくなりますよっていうことです。この4つのポイントが大きなデメリットだと思います。もし副業が雑所得に該当してしまった
場合にはこのような税制優遇が使えないというふうに思ってください。これは結構大きいです。ですのでこれが使えなかった分税金は増えると思ってください。雑所得の方のメリットを見ていきましょう。雑所得の方はそうなんです、帳簿は基本的に不要というふうにされてるんですね。もちろんね、副業とはいえね、会計ソフトでね数字を把握したり経営のために作成したりするのは全然 OK なので、帳簿自体あること、作成するということはどちらかというといいことです。でも義務ではないので帳簿が不要になります。またレシート請求書の保存も不要となります。これ気をつけないといけないんですけど、令和4年以後は売上300万を超えたら保存が必要となるんですけど、そもそも今回の改正が入りましたら売上ね300万を超えたら事業所得になる人の方がね圧倒的に多くなるかと思いますので、その場合ですよね、その場合は普通に今まで通り事業所得になりますので、レシート請求書は必要ですし、もちろん帳簿は作らないといけないんですけども、雑所得になった場合、要は雑所得に自分の副業が該当した場合にはレシート請求書は保存は不要です。ただし売上300万を超えた雑所得の人は保存が必要となるので、ここちょっと勘違いしやすいので、ね、きちんと押さえてください。そして雑所得の確定申告は事業所得に比べて比較したら圧倒的に簡単です。簡単な、集計をして申告用紙に記入するだけで終わるというぐらい簡単になります。ですので、ね、この負担を考えると、確定申告嫌だなということは逆にね、この雑所得になることで助かるという方ももしかしたらそういう意味ではいるかもしれません。そしてもう一つ、これはね確認してからしてほしいんですけど、会社の副業ルールに該当しない可能性ももしかしたらあるかもしれません。そもそも副業で本業があってですよ、何かしら会社員で働いてて本業をしている、で副業をもう一つ何か、始めたって時に雑所得になった、要は今回のこの改正によってはっきりと売上300万を超えてるか超えてないかっていうのは判断基準が出ましたので、この雑所得にするんでしたら副業の要はルール、副業禁止ルールに該当しない可能性も出てくるのではないかなっていうふうに考えます。これはもしかしたら逆にメリットになるかもしれませんよね。ただし必ず職場に要確認で絶対にねこのルールに該当しないという可能性はないですし、会社の就業規則にねこの副業っていうものがどういったところまで含まれるのかっていうのを確認してください。そこはねしっかりと押さえてこのメリットを使ってほしいなと思います。そしてまたね、申告がもしかしたら不要になる可能性も高いですよね。要は売上が300万円以下のなので、売上ってなるので要はね経費を差し引いた金額なので、そもそも会社員の方は副業もう一つビジネスをするときに所得要は利益が20万円以下なら申告が不要なんですね。これ会社員だけなので気をつけてくださいね。自営業の方は20万円以下だろうが申告が必要もしくはした方がいいというケースありますので、この場合は会社員の方だけに当てはまる話なので勘違いしないでくださいね。で話戻すと、申告がね要は売上300万円以下で経費もまあまあかかってると、そしてよく計算してみたら1年の利益が20万円以下になったらそもそも確定申告も不要だよということで、これがメリットになるという方もいるんじゃないかなというふうに思います。ではね、自分のね副業を事業所得にやはりしたい、税制優遇が欲しいと、デメリットメリット見たとしても、デメリットの方、税制優遇の方が自分は取りたいという方はどういった対策方法をすればいいのかを次のスライドで紹介します。はい、対策方法です。事業所得にするには先ほど言ったね判断基準をクリアするっていう必要が出てきます。要は独立性、継続性、反復性があるビジネスをすること、このようなものが一般的にね認められるビジネス内容にする必要があるかと思います。そしてもう一つのポイント、売上を上げるということですね。じゃあ売上をいくらまで上げればいいのか、要は売上が300万円超となれば問題はないので事業所得として認めますよっていう風に判断基準をね明確に今回掲げるってことになりますので、一般的にねこの認められるビジネス内容で独立性、継続性、反復性があって売上が300万円超となれば事業所得にすることができます。ですので売上を上げる、280万円ぐらいの方だとね300万円超えるようにっていう風にね頑張ればねできるんじゃないでしょうか。そこで一つ注意点なんですけど、売上を上げるためにね知り合い同士でね仕事を依頼し合ったりとか、もしくは物を購入し合ったりっていうのはこれは逆に危険ですのでおやめください。要は意図的に数字を作るっていうのは租税回避となるので非常に危険ですので、こういう嘘をついたりとか数字を意図的に作るというのは NG になりますのでやめるようにお願いします。売上が年間300万円超となるには平均すると約月25万円以上なるように意識していけば300万超になりますので
ので、どうしてもね、税制優遇使いたい、事業所得にしたいという方は、こちらの方の対策方法を取るようにしてください。はい、そして最後に来た皆さんがね、今までここ話を聞いていてね、勘違いしやすい、また質問が多い項目を次のスライドで一気に紹介します。はい、皆さんが勘違いしやすい項目です。先ほどからね、数字売上が300万円超えるようにしてくださいねっていうふうに言ってたんですけど、この売上、経費を考慮しません。経費を引いた後の所得、要は利益の金額ではないです。売上が300万円あれば、経費を引いてね、300万残らなくても、要は OK ってことです。で、その利益がいくらっていうふうにね、今回、国税庁の方が判断基準をしているわけではなく、売上で見てください。1年間の売上が300万円超であれば OK というふうにしております。そしてこの売上300万なんですけど、税込みで判断をしてください。税込み判断で OK です。そしてまあ目安ね、先ほど言いましたけど、月25万円以上あると売上300万円には届くかなと思うので、こちらをね、目安に、ビジネスの方ね、考えていくといいかと思います。そして勘違いね、よくあるこれです。じゃあ、不動産所得や農業所得はどうなるのって言うんですけど、最初のね、冒頭に説明したように、不動産所得、農業所得っていうのは、その10種類のうちきちんともう分類分け化されている元からある所得になります。ですので、不動産所得の売上がね、300万超えないんですけどってしても、安心してください。その方は不動産所得というところに該当するので、セーフ。今回の話は関係ないってことになります。そしてまた農業所得の人でね、農業してるんですけど、売上300万いかないかもしれません。副業でやってますって方なんですけど、まあ農業所得もね、なかなか片手までできるようなお仕事ではないですよねっていうことでね、まあ継続的にしていくってことになりますので、この方も該当しませんので、セーフです。安心してください。勘違いのないように。そして今回の話なんですけど、会社員が副業をする、もしくはメインの収入がある方が副業をするとかね、他のビジネスをする場合です。自営業の方のみの方はもともとこの話関係ないので安心してください。自営業してるんですけど、売上300万ないんです。雑所得になりますかっていう質問がね、来そうなんですけど、ここは違います。会社員で副業をしている方の話ですので、自営業のみ、もともと1本だよっていう方は、この売上300万超えてる超えてないっていう話は関係がないですので、大丈夫です。ご安心ください。はい、そしてもう一つ。今回ね、雑所得に分類されたとしても、もちろん雑所得でも経費は控除できます。全くね、経費がね、控除できなくなるんじゃないかって勘違いされる方がいるんです。先ほど私がね、税制優遇が全く使えませんよって言ったもので、あ、雑所得になったら経費も控除できないんだってね、思い違いされる方もしかしたらね、多いんではないかと思うんですけど、雑所得になりましても経費は控除できますので、そこはご安心ください。そしてもう一つね、これ質問事項きっと多いと思うんです。開業届を出してるんだから、そもそもね、事業として認められてるんじゃないの。だから私は300万円超えなくても、今回のこの副業は雑所得に該当しないんじゃないかっていう方ね、いらっしゃると思うんですけど、この開業届を出している、出してないかっていうのは、今回の話とはまた別問題だと思ってください。実際に税務署にね、開業届を出して事業所得だと認められていても、実際じゃあ税務署の方が調べに来ました。実際中身を見てみたら、この場合あなたは雑所得ですよねってなったら、開業届を出してる出してないかは関係がありません。ですので、今紹介した判断基準で今後はおそらく判断されることになりますので、そちらの判断基準に該当するようなビジネスをしていることが大事になってきます。この開業届を出している出してないの話ではありません。これね、質問する方がね、きっと非常に多いと思うのでまとめました。きっとね、おそらく皆さんが今回の話を聞いてね、勘違いしやすい、間違いやすいポイントじゃないかなということで、ここに紹介をしました。はい、本日のまとめです。要はね、副業の方、売上が300万あるかどうかね、まず確認をしてください。ある方はね、そのまま事業所得にできますし、ない方はじゃあどうすればいいのか、これからもしくは副業する方はどうすればいいのかっていうのはしっかり対策、もしくはね、この情報を知っておかなければならないかと思います。そもそも今回のこの話が出てきたのは、まあ副業で要は赤字を作って節税するっていうようなスキームが出てきた、またはね、コンサルタントの方でこういうのを進める方がいるんですよ。で、これってやっぱりグレーな方法で、今まではね OK だったんですけど、まあね、働き方が変わってきた、もしくはいろんな副業が増えてきて、働き方が変わってきたことで今回このような改正でメスを入れると、まあ、しっかり判断基準が曖昧だったんだから、確実に判断できるように分かりやすいようにしますよということで、今回この売上の300万円というのを追加される、まあ追加されたというふうに。それでね、注意点なんですけどね、この改正を知らないでね、事業所得にしてるとどういうふうになるかと言いますと、今まで使っていた税制優遇分、最初にね、
紹介した税制優遇4つあったと思うんですけど、それや例えば損益通算過去にした税金など、また所得税の還付金の返還などなど発生する可能性が高いですので、きちんと改正を知って自分は事業所得なのか、この副業がね雑所得に該当するのか、きちんと判断を下して次の確定申告を対応するようにしてください。何せねこれ決まったらスタートするので令和4年分以降ってなってますので、もうね今年から始まるというふうに思ってください。でね、このね、じゃあその時入った時にねやればいいパって思うかもしれませんけど、この税制の優遇分、損益通算した分の税金、まあ、所得税でね一度もらった還付金を返還するとなるとなかなかの負担になりますね。その去年分じゃなくてもしかしたら過去まで遡られるかもしれませんので、こちらきちんと知っておいて判断ね間違えないように情報として知っておきましょう。この動画がねこのようにお役に立てると幸いです。では本日ね以上になります。はい、私オンラインサロンを運営しています。メリットが3つあります。質問や相談をすることが OK です。オンライン上で税理士を味方につけるということでね、顧問料に比べると圧倒的に低価格でやらせていただいています。 Facebook の非公開グループを使って運営をしています。また定期的にサロンズームを開催しています。私とね直接そこで質問や相談をすることができますし、その他メンバーの企業メンバーと情報交換ができるということでとても好評です。さて3つ目のメリットは税理士の裏側を公開しています。 SNS の集客方法、ビジネスのやり方、また新しい税金やね YouTube や TikTok の裏側などオンラインサロンのみだけに投げてる情報がたくさんありますので、ぜひ気になる方は参加お待ちしてます。詳しくは概要欄の URL から飛べるようにしてあります。はい、そして私は自営業フリーランス向けに出版しています。 Amazon Kindle 版もあります。また楽天ブックスでも購入ができますし、書店でもね大きい書店には置いてあると思いますので、ぜひよろしくお願いします。 Amazon レビューもお待ちしてます。そして YouTube のチャンネル登録がまだの方、ぜひよろしくお願いします。10万人ねもうすぐとなってますので、ぜひぜひお願いします。またコメントやいいねボタン、高評価ボタンを押してくれると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。またその他 SNS は Instagram が今 2.7 万人、Twitter もやってますし、 TikTok フォロワーが 6.2 万人になってますので、そちらの方もぜひお願いします。はい、それでは本日の動画もね最後まで見ていただいてありがとうございました。本日の内容、皆さん世間を騒がせているようです。売上300万円超えるか超えてないか、大事な判断基準、内容やね改正点の背景をしっかり押さえておかないといけないものだと思うので、ぜひね動画の方を参考にしていただけると嬉しいです。はい、それでは本日の動画も以上になります。またの動画でお会いしましょう。税理士川南でした。それではまた。